息子も少年野球の方の白鳩、地元の白鳩ジュニアズでお世話になり、小学3年生からは本当に長い間お世話になったと思います。そして毎週日曜日にはですね、3年間休むことなく少年野球に頑張ったと思います。またこの練習場といえば、このコミュニティセンターの下が練習で昔はありました。そこで草の生えてる中でよく練習をしたと思います。おかげさまでたくさんの方に出会うことができ、また私も子どももお金では買えない本当に宝で今ございます。そして今財産ともなっております。今でも親子はこの少年野球の関係者の皆様方にも支えていただいて今頑張っているところでございます。親子と共に応援していただいております。そして今は本当に感謝の気持ちでいっぱいでございます。今少年野球時代のですね、お子さんのお話、されていらっしゃるところなんですけれども、ちょうど今日ですね、その少年団の監督さんをされておられました井上さん、お越しいただいてますので、よろしかったらちょっと舞台の上に上がっていただいて一言その当時のお話をいただければありがたいかなというふうに思います。ちょっと足元階段気をつけていただきまして、皆様、はじめまして、ただいまご紹介いただきました井上克明と申します。しばらくの間の皆様方のお耳を経過したいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今奈良さんからもやれましたけれども、確かにここが茅畑があって、それがこう買った後で、こういう何もなかったもんですから、ちょうど篠津の小学校と、が日照に分離する前の年だから、少年野球がやろうっていうことで、私が私は女の子だけだからあれなんですけど、草野球の監督やってたもんですから、お前が監督やれって言われたんで、それで私がシーハトジュニアの初代の監督を務めさせていただきました。今ひろし君も、楽天でコーチね、すごいですよね。54年、生きするうちに野球で飯が食えるって人が幾人いるんでしょね。すごい、そう、やっぱり大学行ってもオールジャパンのキャプテンだったしね、そうしますけども、そのくらい、それから帝京でもキャプテン、春の甲子園2回行きましたよね。そういう状態でございます。あまり長くなるとあいつ何喋ってんだって言われてお叱りを受けてはいけないので、ひろし君の3年生の時に、6年生がいて、ね、6年生だから球は速いんです。だけどコントロールがないんです。しょうがねえなって、とじゃあ奈良原を使おうかなんて言って使うと、緩い球だけどストライクがボコボコ入るんですよ。そうするとやっぱりその時の6年生なんかがなかなか打てないんですよね。コントロールはいいんだから、ね、そんなことでやっぱりその3年生の時から、
一軍に入れて、使ったような経験があります。今は本当に立派になっておりますけれども、これも、親御さんの育て方が良かったんだと思います。おそらく、こういう世の中でプロという中で生きていくということは大変、苦労があると思いますけども、これからも奈良原宏君のますますのご発展を祈りまして、とど何か、言葉が分からなくなっちゃったんですけど、まとまりませんけども、私のお祝いの言葉とさせていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。井上さんちょっとお待ちいただきます。はい、お子さん、息子さんのね、活躍は本当に少年の野球のところから素晴らしかったということなんですけど、はい、お母さんの奈良原さんはその少年野球をお子さんがやってらっしゃるときに、はい、いつもあれですか、顔を出されてたんですかね。はい、短くしろって言われたんで、あんまり長くしゃべるのも失礼かと思いますけど。大丈夫です、はい、そうですか。例えば正月の今でも少年野球なんかも、今は町でこう新春マラソン大会とかってやってますね。あの頃はその頃はなんていうんですか、少年野球だけでマラソンなんかやったんですよ、駅伝みたいな。そういう時なんで、そんだけど、で5年生の時ですね、もう早いんですよ、駆け足が。だけども、今奥さんも来てる川島っていうのが私のヘッドコーチでいたもんですから、2人で話し合って、この子が有頂天になってね、天狗になっちゃいけないから、どうだろう、このままその選手としないで、今年は補欠にしちゃおうかって、じゃあってね、奥さんにも、それこそお父さんの奈良原昇さんにもお願いして、それで今年は外しますからね、で外したことがあるんですよ。そうするとね、やっぱりそれが悔しいんでしょうね。その毎日毎日、その篠津中学校の方まで田んぼのあぜ道っていうか、そういうところを随分と走りましてね、ますますそれがまた体を鍛えるいい手だったと思うんですよね。でこの人だから、またこの人もあれなんですよ、そのよその子をね、中継地点でね、世話するんです、一生懸命ね、そういうのをして、そういうのがあったので、いや随分ときっと本人にはいい修行になったんだと思いますよね。だから、ただでも利口な子ですからね、ですからそういう関係でうまく育っていただいたなと私は思っております。どうもありがとうございます。やはりお母さんのその陰ながらのお力添えっていうんですかね、はい、そういったことのが非常に大きかったということですかね。はい、そうですね、はい、やっぱりご夫婦で一生懸命白鳩十二社のためには尽力いただきました。どうもありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。失礼します。どうもありがとうございました。すいませんでした、本当にありがとうございました。スポーツ少年団、少年野球、たまたま私の長男もですね、昔、少年野球やってたんですけども、その頃、なんていうんですかね、やっぱり親同士の付き合いっていうのが、芽生えまして、その時に、白
り合った、まあ、今でも付き合いしてるんですけども、そういうその方と今バンド組んで、親父バンドやったりしてるんですけど、やはり奈良さんもいろいろそういったところにこう顔を出しながら、子供さんのバックでいろいろこう世話を焼きながらですね、そういう人たちとのいろんなこう付き合いが、多分非常に力になって、今現在もまだそれが生かされているのかなというふうに思いますけれども、はい、どうぞ皆さんどうもお座りください。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、で少年野球から中学高校と息子さんは進んでいかれますけれども、はいはい、じゃあ引き続きよろしくお願いいたします。息子はですね、中学生にも野球が好きでしたので野球の方に進みましたが、篠津中学校はあまり強かった記憶はございません。で、3年生になりました時にはキャプテンになり、大会にも出ますが、すぐ負けてしまいましてね、親は来なくていいって結構言われました。ですけども、まあ、隠れて応援にも行きましたがね、なかなか優勝するということはできませんでした。そして 3年生になりまして、秋の試合ですね、最後になりましたんですけども、秋の大会の時にも残ることなく負けてしまいまして、みんな野球部の選手たちは進路へとの道が分かれていきます。そして息子もおかげさまで顧問の先生からですね、自分はどうしても小さい時から夢だったんでしょうね、私は親は言ったことないんですけども、甲子園行きたいっていうのが本人の夢だったらしくて、そして、進路もなかなか決まらずに、ある時顧問の先生から呼び出しを食いまして学校に行きました。そしたらば、お母さん私立でも大丈夫ですかっていうお話をいただきまして、本人が希望ならばどこでもいいんですよというお話をしましてね、そしたら先生もじゃあ今この場ですぐに私立の高校に電話します、この高校で3年間の間には本人の希望通り甲子園に行ける学校ですよって言われまして、それでその場ですぐにお話をしていただきましたらは、ものの5分か10分ぐらいの間だと思うんですね、次の12月の10日の日でしてね、その日にセレクションがあるっていうことで、それで息子はもう顔が変わるぐらい嬉しいような顔をしてましたけども、それに行ってみたいと、セレクションしてみたいっていうことで、まあ、親子先生方と一緒に行かせていただきまして、それで10分15分ぐらいでしたかね、監督さんからの連絡で、まあ、本人は受け取りますと、合格しましたよ、セレクションでこんな大勢の中から奈良原が取りますからっていうことを聞きまして、親としては非常に嬉しかったんですけども、監督さんから一言、本人には、試験受験が発表になるまでは知らせないでくださいっていうことで、本当にちょっと心が、ね、痛んだんですけども、子供には言うことなく、まあ、主人と二人で内緒にしまして、そして、まあ、本人は受験にも向けて一生懸命寝ずに勉強もいたしました。それでおかげさまで、まあ、結果発表が出まして合格ということになりました時からはですね、主人がもうそういう強い高校に行くんであれば今から努力しなかったらはとても希望通りにはいかないっていうことで、主人はその日から毎日ですね、自転車で伴走ついてせがれをマラソン、毎日1時間のマラソンをいたしました。そして私はその間に夕食の支度なりをした後にベランダに網を張りまして、息子にボール投げですね、100球200球投げたと思います。寒い間で寒かったんですけどもね、子供がやっぱり一生懸命やってるには親も一生懸命にならなくちゃいけないっていう気持ちで一生懸命ボール投げをした記憶が今でも残っております。そしておかげさまで3年生に帝京に入りまして、新2年生ですね、その時に帝京で背番号をいただきました。たくさんの部員の中からせがれは12番っていう背番号をいただいた時にはですね、大変嬉しくて、これが祝勝会だったんですけど、背番号をもらったっていう、甲子園に出られるんですよっていうことで皆さんを呼んで、一番上の右側にいるのが鈴木顧問の先生で帝京高校を紹介してくれた先生です。
次の方はあの野球部の部員監督さんで、それで左側があの担任の先生だったんですよね。それで全員で、まあ、ご近所の方皆さんを呼んあの来ていただいてお祝いをさせてもらった記憶が残っております。そして新3年生になりまして、主人は帝京の会長になりまして、そして息子はキャプテンになりました。本当に親子は皆さんに支えていただき、春の大会、秋の大会で優勝し、息子は2度の甲子園に出場することができました。同級生全員で行けたことは本人はとても嬉しかったようでございます。また親としても大変嬉しかったです。この時にも皆さんには地元の方にバス1台をチャーターしまして、甲子園まで皆さんに応援に行っていただきました。ことは忘れることはできません。そして帝京の、これは帝京高校のですね、都の大会なんですけれども、これも優勝しまして、まあ、あの神宮で やらせていただいた写真でございます。本人もそれなりによく頑張ったんじゃないかなと親は思っております。子供にやっぱり子供のおかげでいろいろなことを学ぶことができ、親も良い思い出となっております。今では鈴木先生に、顧問の鈴木先生には帝京高校を紹介していただきましたことに感謝をしております。そして新3年生になり、主人は会長、息子はキャプテンになりました。この時に春の選抜で優勝が決まりました時には、あの校長先生がお祝いをして、プリンスホテルなんですけれども、これはあのお祝いをさせていただきました時にですね、後輩でありました峰隆二さん、峰隆太さんというんですね、それと海老名みどりさん、三平さんの娘さんなんですけれども、この方もお祝いに来てくださいまして、そしてあのこれは父兄の方なんですけれども、一緒に写真を撮っていただきました。そしてまあ私が前なんですけれども、海老名さんにもご夫婦で前にお座りくださいってお話ししたんですけども、いやお母さん、息子さんが頑張ったんだからぜひお母さんも前に座ってくださいっていうことでね、本当にまあ親御さんの しつけって言いますかね、素晴らしい奥さんだなと今も記憶しております。この時に言葉をいただいた言葉が、お母さん親子で頑張りましたね、峰さんに言われたことは今でも頭に残っております。嬉しかった場面の一枚でございます。そして高校もこのおこれですね、高校もキャプテンさせていただきましてね、これは都の大会でしたけど、秋の、あの大会なんですけども、これも優勝することができまして、子供にしてはねいい思い出になったと思います。親もまたいい思い出に残っており、いい思い出が残っております。そして大学にですね、高校がおりますと野球も終わり、大学の進路へと決め始めた時でございます。これはもうポンポンって時間もないということでね、あの写真の方は進めていただいても結構です。この応援団の人たちにもね支えていただいて、息子はいい思い出ができたと思います。そしてあの上の右の方はですね、あの帝京のグラウンドなんですけども、甲子園が決まった時のあの帽子投げっていうんですかね、これはあのどこの高校の生徒さんもあのやるそうですけども、帝京高校もこの日、この時間 10分か15分ぐらい前だと思いますが、報告が入ったっていうことでグラウンドに並んでボール投げを、あの帽子投げをしたところの場面でございます。そして左の上はですね、甲子園が決まり、あの準優勝編、あの前回の時に準優勝してますので、優勝旗を持って、これはあの甲子園の中の事務所だと思いますがね、そこで撮った写真でございます。そして下の写真はですね、あの地元の白鳩ジュニアズの前会長さんの細井金作さんのお祓いで、会長さん、監督さん、コーチの皆さんで、あの奈良原博を励ます会っていうのを清水園でさせていただきまして、280人くらいの方にご出席をしていただいた記憶がございます。そして右にあります、あの胸に下げてる赤いメダルなんですけど、それはあの準優勝した時のメダルですね。これは
なんですが、私が全体的に映ってしまってんですけども、私も知らなかったんですけど、あるお母さんから甲子園で応援してる姿が映ってるよっていうことでね、あの撮ってくださった写真、あの新聞でございまして、恥ずかしいんですけども一生懸命応援しております。そしてこれが帝京高校の、背番号、甲子園に行った時の背番号でございます。で、下は秋の大会の時の先輩がいた時の16番っていう、背番号でございます。そして向こうの写真にありますが、それはもう試合のたんびに親たちはね、一丸となって応援して逆転逆転で入れた、新聞でございます。嬉しかったですね。この時も甲子園が決まる試合でしたので、今も本当に胸がいっぱいになります。この場面を見ますとね、嬉しかったなと思っております。そして、まあこれはね、先ほどね、映していただきましてありがとうございます。一丸となりました。本当に嬉しかった。帝京高校の甲子園に行くときは、この帝京高校って書いてあるプレートを胸につけて更新するんですけどもね、見たことない方はぜひこれで、この次に甲子園が始まったときには、選手の人たちがみんな胸につけてるのがこの、バッジなんですね。これをつけて更新をさせていただきました。ありがたかったです。そして、すいません、回してください。すいません、今の写真なんですけど、はい、右側のスポーツ新聞ですか。はい、スポーツ新聞の、はい、写真のほぼ中央に七瀬さん写ってらっしゃいますよね。そうなんですね。でも全然ね、他のお母さんから新聞を送られてきて自分が写ってたっていうことがね、初めて分かった次第でございまして、まあ、球場って言ったらね、多分何万人って人が ね、観客いらっしゃると思うんですよね。そうですね、本当にこの周りの方はみんな帝京の父兄の方、選手に選ばれなかったお母さんたちも一生懸命応援してくださったね、場面の一番です。数多い観客の中で、皆さんの中で奈良原さんにスポットが当たっているということが何かその後の将来がですね、何か予感されたのかななんていうふうに思うんですけど、でもすごいですよね、高校時代のご活躍、本当にすごい素晴らしいものですよね。でも本当にこういう球場にも行かれてるってことで、本当あちこち応援に行かれてたんでしょうね。そうですね、はい、土日に当たるともうほとんど応援には行かせていただきました。ということで、今度大学の方ですかね。はい、これから大学の方に移りたいと思いますんですけど、これは大学に青山、帝京からですね、1日ぐらいで決めていただきましたんですけども、青山学院でスカウトに来ていますよっていうことでね、本当に前田監督さんのおかげで大学の方もスムーズに決まりまして、そして本人も、まあ、大学で頑張るっていう気持ちもありまして、そしてこれが上に映ってますのがですね、日本で日本大学の野球の中から選ばれた写真なんですけども、アメリカからですね、神宮球場に生徒さんが見えまして、今度はまた日本からアメリカのシアトルの方に行って試合をさせていただいた場面の写真でございます。この時にもですね、地元の今井上さんも見えてますけども、この時もお友達が神宮まで応援に行ってくださったことを思い出します。そして上は準優勝したっていうことで、それのプレートですね、盾をいただいたっていうことです。そして本人も大学ではベストナイン5回、そして打点を4割9分というあれをいただきまして、これもたくさんの皆さんにね、親子が支えていただいた賞だと思っております。これも今は我が家のいい思い出になっております。これは104年目にしてですね、青山学院創立以来初めての優勝ということで、帝国ホテルで理事長をはじめたくさんの役員の方がお見えになりまして、
お祝いをしてくださった写真でございます。正面は理事長さんなんですけども、左側は監督さんでございます。これは先輩の時の、うちの息子はちょっとその次に写ってると思うんですね。この12番っていうのは、高校の時のあれですね、あの背番号、たくさんの中からもらった12番っていう背番号でございまして、これは私も今でも大事にして持っております。そして右側にあるあのプレートはですね、あの、ま、赤いの、あの真ん中についてます、あれはあの甲子園で準優勝した時のメダルでございまして、あの真ん中の銀は、ね、金じゃないですね、銀ですね。それはあの顔が全部掘ってあるあのメダルなんですね。その他は都の大会の優勝のメダルでございます。そしてその下の真ん中はですね、あの元会長さんであります細井様のお声掛けで、清水園であの励ます会の時に展示させてもらった、いただいたあの盾とプレートとか、やっぱりユニフォームでございます。そしてこれはあのベストナインをいただいた時の写真で、右側にあるのは理事長さんからいただいた特別賞の盾でございます。これもなかなかもらえない賞でございましてね、親としては本当に嬉しい賞でございました。そしてプロになりまして、初めての、 あの子育てのともにね、親も学ばせてもらったんですけども、これはもうあの大学からの監督さんのお話で、西武ライオンズがスカウトに来てますよっていうことで、ぜひ進めてほしいです、お願いしますっていう運びになりまして、これは西武球場の入って間もなくの球場でございますが、あの2軍 の、 あの練習場なんですね。で後ろに建物があるのが、あれがあの入った時 の、 あの寮ですね、寮が後ろに立ってんですけども、これはもうあの2軍の選手が練習するあの球場でございまして、これはあの本人も、まあ、次の合宿に選ばれるか選ばれないかの練習で一生懸命、まあ、頑張ってた時の写真でございます。でも本人もこれはライオンズに入りまして初めての学園で撮った写真、物質ですかね、撮った写真でございます。そして本人も西武ライオンズで日本一に なりましたの 4回ですかね、お世話になりまして、リーグ戦では4回 の、 あの賞をいただきまして、それから金銭トレードで日ハムにと変わりまして、そしてまた中日ドラゴンズには落合さんからのお声がけで日本一になり、この時にもあの親は名古屋まであのパレードを見に行きました記憶があります。そして戻りまして、西武ライオンズの今度コーチになりました。それからまた中日ドラゴンズのコーチに移させていただきまして、働かせていただいていることに本当に親として感謝しておる次第でございます。これはあの西ハムにトレードで入った時の写真でございまして、上田監督からあのスカウトされまして、働かした時にこの年は大変よく働いてくれた時期だったと思います。嬉しかったことを思っております。そしてこれはですね、あの西武ライオンズに1年目の秋でしたと思うんですけども、あの地元のスポーツ団の方からですね、あのお話をいただきまして、篠津中学校の 庭ですね、上2段はそうなんですけども、それはスポーツ教室っていうのを開催させていただきまして、西武ライオンズの選手が4名、5名ですかね、あとスタッフの人たちが西武から来ていただきまして、地元の子どもたちに指導しているところの写真でございます。そしてこれは先ほどお話ししましたあの励ます会の時に、これは提供の時に同級生で甲子園に行った仲間でございまして、この時にもたくさんの方にね来ていただき、同級生と会ったのが息子も非常に嬉しかったようでございます。そして先ほどお話もしましたあのファイターズのつけております上田監督さんに
カウトされまして、また日ハムで働かせていただいている写真でございます。そしてこれは先ほどね、あのお話をいたしましたが、西武ライオンズでお世話になった時から4回ですね、日本リーグ優勝をした時の1回目の 1年目の写真ですね。一番あの前前列の左側にいるのが息子でございますが、これも本当に働かれ日本シリーズでも出させていただき、働かせていただきましたことは本当に嬉しく、親として嬉しい気持ちでいっぱいでございました。これも4回ほどね、リング優勝させていただきまして、本当に自分の選んだ道に進めて息子も嬉しかったんじゃないかなと思います。そしてこれはライオンズの日ハムから移りまして、またあのライオンズの今度コーチとしましてね、子育てとともに親も一緒に学ぶことができました。これもコーチとして自分なりに大変なご苦労はしたと思うんですけども、子供は子供なりの、私はよくこういうスポーツのことは、あの野球界のことはコーチ、野球のことは分かるんですけども、コーチとしてのことは全然分かりませんので、いろんなご苦労は苦労はしたんじゃないかなと思います。そして右の上にありますのは、これは南小学校ですね、次の年でしたね。あのやっぱり野球教室で、あの選手たちがいっぱい来て、子どもさんたちにあの野球教室をさせていただいた時の写真でございます。息子もね、あのなかなか難しいコーチ、いろんな、ね、あの選手たちがいるから息子も大変だと思いましたが、なんとか頑張って自分の好きな道で頑張れたことは嬉しいんじゃないかなと思います。そしてこれはあの楽天のですね、あの2軍のコーチになりまして、楽天始まって以来の初めての優勝ということで、本当になんか嬉しかったようです。でもこの時にはコロナでね、親は応援にも行くこともできず、ただ電話で、まあ、おめでとうっていうことで、この優勝決まったのが29日の日で、私の誕生日の日だったんですね、10月の。そして次の日に私も講演をさせていただきましたんですけれども、その時にはちょっとこの話が出ますと感無量になってしまって、涙をこぼしたことが多々ありました。でもよくね、選手に恵まれて監督としてよく頑張ったんじゃないかな、親として思います。そして